やるローユーチューブイエース不動産の鬼まん仕事沢重です。さて今日はこの不動産投資経営編の中でも修繕費とランニングコスト定期的にかかるものは一体何なのかっていうことについてねあの考えていきましょうね,ね。不動産買ったはいい、買ったはいいけどね、あのもうその後やっぱり経費がお金がかかっていくわけですね。そういったものに一体どういうものがあるのかってことですね。それにはざっくりこういうものがありますけれども。 そうですね、えっとまあ、ここに書いてあるようにね、えー、かん共,有 <laughs> 共有廊下っていうのが大体あるんです、1、ね、等ものとかって、まあ、要は玄関のところさ、あのー、ね、何の伝統とかもなかったら寂しいし怖いじゃないですか。ということは防犯上良くないということなんですね。えー、それとか、ね、あの自販機を その物件に置いてあった場合に、その自販機の電源はどこから取るんですかそうですね。共有の電気のところからこう線を引いてってやるわけですよね。それとか防犯カメラがある物件、それはその防犯カメラの電源を取らなきゃいけないですよね。ということで、そのアンペア数に応じてやっていかなきゃいけない。じゃあ、この共有のところを大体ね、 あの私のところはそんな規模な,な,ないところは、まあ、その要は1棟ごとにねあの大体共有量間の電気が統一,統一されてるわけですよだからその棟ごとに、えー、メーターがついてるっていうのが一般的ですねでそういうと、まあ、あここは10アンペアでいいなとかここは、えー、15アンペア必要だなとかねそういうことをあの決めて、まあ、当然あのアンペア数が高い方がねあの電気料金高いんでそのなるべく かといってね、あの冬バーでその自動販売機がウィーンってあの、えー、コンプレッサー回して暖かくするわけですよ、その暖かくする電気代が結構かさむわけですね、そうすると、例えば10アンペアだと心もとないねみたいな場合は、15アンペアに設定するとかして、まあ、そのね、なまあ、しばらく、しばらくは20アンペアくらいで様子を見ながら、あのあ、大丈夫そうだなってったら下げるなんていうのもいいですけども、そういう共有浪の電気料金、うん、やってください。あとは 空き部屋の上下水道料金、これね、だいたい上下水道をそのまま切っちゃってください。あの切るともうその線をね、あの水道業者の,その市,市だか町だかその市町村の水道業者がその元線の元線っていうのがあるんですけど、で元線ってこう指でこうつまんで締めたりするじゃないですか。あれのさらに元に業者じゃないと締められない線があるんですその線を締めるとその基本料金かからないんですけど、ちょっとね。 ひょっとしたらすぐ来るかもしれないし、何しろあの物件で水が使いたい、トイレに行きたいときがあるわけです。そういうときに空室の一部屋くらいがあの水が来てないとですね、結構困るんですね。なんかあの水を使いたいときとか、トイレが一番ね大変ですけれども、そ,のそういうときに私がその物件の修繕とかまあやってたりするときにもう全く水がない状態になっちゃうわけです。かといってね、あのやっとくと、まあ、大体1リットルも使わなくてもその、まあ、地域にね、その地域の,あの <laughs> そのインフラの状況によりますけれども2000円とかその工場料金がかかるわけですよで大体ねあの上下水道料金で、まあ、あの毎月毎月はがきであの請求が来たりするわけですでそれを払いながらああやっぱり、えー、そのちゃんとね満室にしなきゃいけないななんてこう思いながらもやっぱりそれ払ったりする。 でそれ止めちゃえばこのあの空室の上下,水上下水道料金っていうのは来ないんですけど、まあ、ちょっとねあの改善するだけでまた金がかかったりしますので、まあ、そこはそのすぐ埋まりそうだったらそのままにしておくっていうのも手かもしれませんまあでも基本止めちゃってくださいまだ、あ、入居者がねあのいなくなったところはそれでそれがそのそっくりそのままオーナーに、えー、なんていうか請求が来るような 市さんもありますので、そこは自分で見ると。あとはですね、インターネットの w i f i ルーターとか、その w i f i ルーターから、あの防犯カメラがそのままあの w i f i っていうかね、あのインターネットの IP プロトコルの,あの線でつながってたりする、そういうのもあるわけですよ。だそれは毎月かかる。でもね、これ一棟ものだったら、その一棟につき一個の回線で、あとはそれを分配して、えーね、屋根裏を合わせて、その線を引くわけですよ。 でそれで各部屋からのインターネットの線が出て、そこから出る無線 w i f i にみんなつなげるで、各部屋ごと無線 w i f i が、ね、別にいないと気持ち悪いですからね、もしくはあの特殊な業者、例えばバッファローさんとかですねそういうところに頼んでその室外、室外に無線ルーターがあるパターンもあるんですけれども、そういうところにしても、いずれにしてもその元線の料金というのは誰が払っているんですかっていうと言ったら、これ、オーナーが払っているわけです。 でもまあね、その20部屋で1個くらい光回線があってそれを全員で分配するなんていうのもありますけれどもだいたいねこれ防犯カメラとかあのー、ま つけて、まあ、1ヶ月2万5000とか、ね、3万円とかそんなもんだと思います、それでもしね、紹介して、そのどこの業者がいいのかっていうのを紹介してほしいって言ったら、私、いろいろ比較検討してね、この地域はこれだとかって言ってますんで、まあ、そういうのはあの問い合わせていただけたらあの、お伝えする可能性もありますんで、まあ、ぜひ、ね、やってみてください。多分ねあね、この動画のリンク集の,の近くにそのおすすめのやつのリンクみたいなのがあるかもしれないですけども、基本的に私にご連絡ください。 えっとね、ちゃんとおつなぎしますんで、でまあ、その次の漫画雑誌読み放題ってね、これ、読み放題の部屋と読み放題じゃない部屋、どっちに住みたいですかって言ったら、ね、もうこれ、答え決まってますね、読み放題の部屋に、ね、住みたいですよね、だって同じ家賃なわけですから、家賃の中に込み込みですからね。 でその分、家賃が高くなってても、ね、皆さん、ねあの、結構そっちの方に行くわけですよ。なぜならばそのお金を払っているのは会社だったり親だったりするからですねだからもし、そこにその読み放題とかルーターの金額が入ってなかったらそれを自分で入居した後に契約して負担しなきゃいけないわけですよね。で、この読み放題料金、本当に格安です、このルーターとセットのそういう、えー、業者を選んでください。 えー、絶対ね、読み放題、漫画雑誌読み放題、す、ま、べ、あ、てのじゃないですけど、その何万冊とかありますんで、えー、そういうところにしてください。これね、後ほどちょっと、ね、出てくると思いますけれども、あのー、こっちかな,、まあまあ、こんな、こんなんですね、こんなん、こんなんがあったりしますから、こんな,こん,なんですね、はいあの、私はこういうチラシをその物件の空室のところに置いとくわけです。なぜなぜらば、えー、誰しもそのね えっと、来たとにそのあ何こ,れあこの物件、漫画雑誌読み放題なんですかみたいなねあの、そういう反応になりますので、そういうのを入れて、誰でも目につくるところに置いといてください。こういうのね、ある物件、絶対いいでしょ、ある物件ね。ということで、でそれで、要はあの物件。 これがかかります、まあ、その漫画読み放題入れても、まあ、それ各部屋ごとにかかったりするんですけれども、そのね3万円もいかないですね。まあ、私2万5千円くらいのところでやってますけれども、これ絶対つけた方がいいです。まあ、そただね、それが20部屋あれば2万5千円が各部屋2500円のあじゃない、20部屋あったら2万5千,千円くらいか各部屋ね、そのくらいの負担なんで、まあ、私的にはこれ絶対入れた方がいいですね。 あのこのルーターの代金も入れてですよ、でもそういうのがランニングコストとしてかかってきますあとはね、物件によっては駐車場が自分の土地の駐車場だけでは足りない、もしくはないっていう場合には、あの周辺の駐車場を借りたりしなきゃいけないわけですよ。 まあ例えば3000円で借りて5000円で貸してもいいんですけど、まあまあ、ある程度の、ね、土地をまとまって借りたりしてる場合がありますで。それを前のオーナーさんからの契約で引き継ぐパターンとかもあります。まあ、引き継がないパターン自分で契約するパターンもありますけれどもそういった時にその駐車場代金は大体です、ねまあ、地域によってそこの地域は1区画3000円だとか、ね、5000円だとか相場が決まってるわけです。けれども それの料金がかかる場合がありますと、そしてゴミ清掃業者、えー、敷地内清掃、草刈り、えー、植生伐採、そして廃棄、なんていうのも恒常的にお金がかかってくる可能性があります、ね。でもこれ限りなくゼロにすることができますと、特にゴミ清掃っていうのはあのゴミ捨て場がね自分の敷地内にあったりしたときに大体その 地方だと、ね、あの分別が厳しいところがあるわけですよ。つまりあの燃えるゴミの中に缶が入ってたら持ってかないとかですねあの資,源ご資源ごみの中に違う資源ごみが入ってたら持ってかないとかです、ね、じゃあそれ持ってかないとどうなるかというと、そこに、えー、あなた間違ってますよってペタっと貼られて、そこにずっと残ってるわけです。 で私の場合は、これはね、あのー、入居者さんにそれを自分のゴミが回収されてないんだっていうのを理解してもらうために、あえてね、置いとくんですけど、そこに置いとくと、あこのね、ずっと溜まってるわけですから、どん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 ,どんそこがねあの、悪い人で溜まっていく、そして自分のやつが回収されてなくてもね、へーんって、なんとも思わねえわっていう入居者さんもいるわけですよ。ねそのうち回収されるだろうみたいな、だってこの前イでくなってたしって、それはね、オーナーの俺が片付けたんだよみたいなね。あの <laughs> そうあ,のあるんですけどこれねあのあ時間が経ったら持ってかれって今置かれてるだけなんでしょっていうふうに思われちゃうんで絶対片付けない方がいいです。 でもそれでもね、片付けたいときは、これ、ゴミ清掃業者にね、例えば月4000円で、週2回、2週間に1遍くらいこう来て、そのゴミを回収してもらうなんてこともやったりするんですね。あとね、敷地内の清掃はシルバー人材センターに頼んだりすればいい、よかったり、近くにね、親戚の方が住んでたら、そういう人にちょっとお金渡して、たまにね草むしりやってくださいとかね、やってもいいんだけど、まあまあ、それもお金かかりますけど、基本的には放置でいいかもしれません。あの それとか草が生えないような仕掛けをね、しとくとか砂利を敷くとかね、あのそんな風に、これ、でもね、ひと夏の植物の力恐ろしいですよ、もうひと夏のうちにね、驚くほど成長しますからね、これは侮ってはいけません。だから私は物件内の,なんかその生えそうなやつも伐採してね、根元から伐採して、その木なんかも、ね、すぐ大きくなりますからね、あのもうチェーンソーからウィーンってもう切るんですけど、そこの根っこからまた芽が生えてますからね、これ、知らない、2年もしたらね、結構また大きくなるんですよ。 でも大きくなりすぎると本当に倒れてきたりして危ないんで、もう切っちゃいますね、私の場合は最初にね、だからそれは食栽伐採とか、それをちょっといい感じでやりたいんだったら、やっぱプロの業者に入,れ入ってもらわないといけませんね、そのチェーンソーとかあの。あとね、そこで買った草っていうのがね、大量な耳石を要するというか、ゴミになるわけです。それを一個一個ゴミ袋に、ね、詰めてたら、一回そういう作業をするだけで。 何なんですかね、もう30袋ぐらい出るんですかね、もう1日作業ですよ、もし自分でやったら、だからそれ、プロに任せた方がいい場合があります。ただ、まあ、ま試しに1回自分でね、やってみて、うわ、これ大変なんだ、プロの業者さん、ありがとうございますってね、そういう気持ちにもなるんでね、だから草刈りとか、そういうの、そしてそのゴミを廃棄するのが、これが市町村によって、なんかここのコンテナに入れといてください、あの切った枝とか、なんか即植生とか、その大量の草をここに入れておいてくださいなんてやってるあの市町村もありますけれども、まああの 予算の関係で今年はやってませんなっていう、自分でどこどこのあそこのなんか清掃センターに持ってってく、国にセンターに持ってってくださいみたいなパターンもありますけれども、ね、それじゃなかったらどう、どうやって捨てるんですかああの、普通にね、あの30センチくらいに全部切って、あのうん、普通の燃えるごみに入れて捨ててくださいって、おいってもね、そんなね、大量なんですよ、その業者の量です、業者の量。 だからね、これはやっぱり誰かにお願いした方がいいですね、そういうのもランニングコストとして出てきます。でもこれは交渉でね、とかあの親しい業者とかあったりして、結構、ね、値段は上下すると思いますので、いろいろ経験してみてください。あとはね、やっぱり、ね、これが一番大きいんですけどもさあの、不動産業者とのね、良好な関係っていう話がありましたけれども、それの、えー、管理手数料ですね、これ5%が相場ですけども、まあ、うまいことやると3%みたいなのもあります。あのうん ででサブリースとかは10%とか、ね、8%とか、ちょっといい条件をつけると7%とか、そういう交渉なんですけれども、基本的には、ね、5%の最低の料金でいいです、そこにこのお願いして良好な関係を作って、どんどんのサービスをやってもらうっていうことがいいと思いますね。サブリースだけは、ね、他の回でも言いましたけど、絶対やっちゃいけませんからね、なんでやっちゃいけないのかは、サブ,サブリースの,その10%をやったら、こんなに損ですっていうのは別の回でやりましたんでね。あの 不動産のメカニズムのところかな。はい、そこであのちょっと見直してみてください。そして、えー、かあ火災保険ですね。火災保険っていうのはもう最初に買ったときに大体10年で入ってくださいっていう説明を以前に出しました。10年が一番割安なんですねあの。保険っていうのはどんどん上がってってるんで、まあ、今が一番安いわけですよ。あの保険の,あの台風とか火災とかの地震とかね、どんどん。 今保険会社はあの保険に対してどんどん未来が高くなっていくという見積もりになっていますので今が一番安いのでそこで10年で払っちゃうのがいいですなぜならばそのね10年経たなくてもそこで解約したらその残りの分があの日割りで戻ってきたりしますのでねとは言いつもあの各部屋ごとの保険というのはその入居者に入っていただくわけですけれども毎回あのひょ場合によってはオーナーが負担したりするものもありますのでまあ基本的には入居者さんが負担するんですよ、まあ、そこはの お互いの,そのどういう契約になっているかというところによります。そしてローン利子、そうですね、これはあの要はローンで買ってくださいということなんで、レバレッジを利かすためにはローンでね、えー、買っていただきたいので、私はもうなるべくそのローンの比率が大きくなるようにしてますけれども、そういったときにそのローンの利子の部分は銀行へのコストとなるわけで、えー、利子だけじゃなくて、元本はどうなんですか、元本が,がっつり払ってますよってね、元本はですね、実はね、貯金です。 ね、あななたの貯金になっててるんんでこれちゃんと計算してくださいねあの自分の買った以上の金額で売れるんだったらそれは貯金ですし自分の買った以下の金額でしか売れないんだったらそれは貯金じゃなくてちょっとその元本を捨てていることになってますんで、ね、あのでなるべくその安く買ってあのそ,それはもう散々ね購入編投資編のところであの私、説明してでますんで、ね、あので今言ったことがよく分かんない人はそっちの動画をもう1回見てくださいよ。 はい、ということは利子はそのランニングコストとして消えていきますし、それは確定申告上、あの経費としてあの計上できますので、やってください、そしてこれがでかいんですけど、税金ですね、税金、税金は国会う支払うわけです、ありがたいですね、この日本国に住ましていただいて、この日本国の,、ね、あの不動産のシステムを作っていただいて、ありがとうございます、ね、しっかりと私もそ,のそこに人々に住んでいただくという価値を提供することによって、あの家賃をいただいてますんで、その分の税金は税理士さんなりに任せてですね、払ってください。これがね 大きく行くのその定期的なランニングコストということになっていきます。はい。ということでね、じゃあ次ね、このランニングコスト、今度はね、えー、と今の工場的に定期的に出てくるやつですけれども、ここから説明するのは入退去、入退去の時に出るコストですね。これがね、大きい。だから、不動産オーナーは。 対去者がなるべく出てほしくないずっと住み続けてほしいずっと住み続けてもらうためにはワンルームよりも 2DK3DK ね部屋が大きくなるほど荷物が多くなるので荷物が多くなるイコール引っ越ししにくいってことですからね,あのねもう隣の部屋がうるさいからすぐ引っ越しを、うん、軽トラック1台で引っ越しできるんだもんってならないわけですというようなところを、うん、まあまあここの考えて入退去の時の、えー、ランニングコストなんですけどまずね 退去したたっっててこことは次そこに人を入いだから、客付け。客付けっていうのはお客さんに新しく入ってもらうってことです。でそのためにね、あの広告費はまあ1から3ヶ月分とか書いてありますこれこれ、あの家賃の1から3ヶ月分くらいですね。これを払ってください。まあ、3ヶ月っていうとね、ね地方によってはちょっと高すぎるっていうのもありますけれども、まあ、1ヶ月くらいはね払った方がいいのかなって。だってね、それを払う、ほとんどの物件、周りの周りの競争相手が弱いところは、この広告費っていうのを払ってないわけです。つまり お客さんからもらう仲介手数料とオーナーからもらう仲介手数料だけで不動産屋は成り立ってるわけですね。でもその広告料があるとあの、ね、あの不動産業者のところの下にあのバック100%とか書いてあったりするんですけどそれはあの広告料が 100%1 ヶ月分出ますよってことなんですけれどもそういうのがある物件の方を紹介したくなるんですよ人間は。それね自分の物件の管理してるその業者だったら いわゆる元付業者だったら自分の物件を紹介してくれるかもしれませんけれども、その全然関係ない不動産業者があの広告料があるとことないところだったら、どっちをねあの、同じくらいの部屋だったらどっちを宣伝しますかあの、ね、だって案内したところしか決めませんからね、どこを案内しに行くのか、それは、ね、決まってほしいところ、決められるところに案内しに行きますけれども、同じような条件だったら、絶対広告費が、えー、多い方を紹介しますよね、それはそうですよね、商売ですからね。 そのアイナンセルも大変です。だから1ヶ月分くらいつけてください。だってね、空室だったら1ヶ月か2ヶ月とかね、すぐ過ぎていきますからね。だから3ヶ月空室になるくらいだったら、広告費3ヶ月分つけて1ヶ月以内に決めちゃってください。まあ、それはあの自分のねあの、どのくらい払えるかとか、こんくらいでいいやっていうところのラインで、ね、あの見てもらえればいいですけれども。あとね、その新しい部屋。 だま、例えば前のオーナーから引き継いだ場合はその部屋がボロいわけですよ。ねだってね、そのボロいからそのお客さんがつかないで空室率がいっぱいあったから空室がいっぱいあったからその安く私が買えたわけですね。だからそのボロい部屋をまず最初は、ね、その LED 照明をつけたりあの普通の上についてる照明ですよ。あれを、ね、6畳の部屋に14畳用の超明るいやつとかつけるわけですよ。なぜならばあの客、ね、そのお客さんは 見夜来たりすると、うわ、なんか暗いわねとか言って、この部屋やめようかしらってなるわけです。ね、それに忙しい人は夜しか来れないから、不動産業者に19時から待ち合わせとか言って、見に来たりして、あれ、電気つかねえなとか言ってね、<laughs> やってるわけですよ。で、ね、場合によっちはちょっと電気つかないん、ね、で、私の持ってるこの懐中電灯で,でとか言ってねあの、案内されてるパターンもあるんですね。<laughs> そ,うそういうときにこう、ね、あのまあ、電気が通じるようにしておいて、 LED 照明をするとその、お客さんを逃さないし、あら、やだ、この部屋、結構明るい雰囲気ねとか言って、まあ、決まっちゃったりするんです実は私、これ、LED 照明がね、実は一番簡単に安く、その部屋を決めるコツの一つだと思っているいっぱいありますよ、あの壁をね綺麗にするとか、床を綺れもう壁と床だけです、もうほとんどねあの、クッションフロアとか引くだけですからね。 で、あとは火災報知器が、ね、たまについてなかったりするわけですね。あのまあ、その地域によって全部、すべての部屋につけなきゃいけないとか、何平米に何個つけなきゃいけないとかあるんで、それをなんか、ホームセンターとかに行けばね、なんか6個セットで3000とか5000とかで売ってます、それを買ってきて、そのつけるっつってもねあの、インパクトドライバーでこう置いてこう、ウィンウィンって言ってこの、壁にドリルっていうか、あのネジで、ね、穴をつけてくっつけるだけなんでね。 やってくださいそれでだたいね、その電池が中にリチウムみたいなのが入っててあの、6ヶ月くらい持ったりします。それとかね、IH クッキングの方がこうが火災になるリスクがすごい少ないですし、あのなんかね、IH クッキングヒーターっていうのがやっぱ入ってた方が、普通のガスコンロっていうのもいいわけですよ。それとかもうこれは必須ですけどもあの、なんだっけ、宅配ボックスがね、普通ついてません、田舎とか。でもと都会はみんなついてるんで、ついてないと入りません。 で田舎だとついてるだけでも入ります。なので、この高いボックスはね、あのアイリスオヤマとかあの、アマゾンでもどっかでもいいんですけど、まあまあ、デカめのやつにこう鍵がガチャってかけられるようなやつが、えー、玄関に置いてあればいいんでね、これはあの非常に費用対効果のいい投資ですね。1個ね、まあ、4000円とか、まあ、高くても1万円しないと思いますけれども、そういうものを設置していくと。あと、テレビ付きインターホン、電子錠電子錠ってね、実は、あら、おしゃれっていうこと以外に、 あの番号でその部屋の会場ができるので、鍵の受け渡しが内見の時になくていいんですね。これ、えーって、それに何の意味があるのって思った方は、これ、ちょっとねあの、前半の動画で見逃してるかもしれませんけれども、要はですね、めんどくさいところに、要はめんどくさいとは言って何かっていうと、その客付けの人がそこに案内するわけです、案内するときに、えー、元付けの業者のところまで鍵を取りに行って、鍵を返さなきゃいけないってなると、 本当は2部屋分を案内できるところ、1部屋分しか案内できなくなるんですね。だからそれ超めんどくさいんですよ。だからめんどくさいと、ちょっとでもめんどくさいとかもうね、案内したくないんです。なので、必ずそこに現地にね、鍵があって、あの、今から内見しに行きます、鍵取りに行きますじゃなくて、今から内見しに行きます、番号を教えてくださいっていう、このね、 やり取りができるかどうかっていうのが大きいわけです。なので、私の物件はだいたい電子以上になってます、全部じゃないですけどもね、電子事っていうのは、もう一部屋一部屋、その番号を設定してやっておくと、まあ、あと、その設定の仕方をねあの管理会社に教えておくと、あの勝手に退去したら、その規定の番号にしてくれるわけですよ。そしたら、そこで入りやすいわけですね。で入りやすいっていうかあの 鍵をね、いちいち持って開けて、いちいち持って開けてっていうのは、もうリフォームするときもめんどくさいですし、もうありとあらゆる意味で、そのめんどくさいんですね。そんなことどうでもいいんじゃないかじゃないんです。相当めんどくさいんです。それが、客付けの、そこに、その物件に初めて来た、お客さんを案内しに来た不動産業者に対してめんどくさくないっていうのは、すごい大きな意味を持ってるんですね。はい、ということで、私は電気市場をね、押してますけど、例えばこういったもの、でリフォームは壁、畳、えー、じゃない、壁、床、畳。畳のところはね、今時ね入りませんからね。 あの畳のところ、今時入らないっていうのはどういうことかっていうと、もうね、畳ってね、毎回変えないといけないんですよ、6畳ぐらい。しかも畳って全部同じ大きさじゃないですからね、その都度畳職人がその部屋に合わせて作ってますからね、これ、あの試しにある、同じ部屋だと思って、間取りの部屋だと思って、そのある部屋の畳を抜いて、次の部屋に持ってったら、はまりませんからね、そのくらいもう畳っていうのはね、もう一部屋、一部屋、もうその、大体ねあの、一部屋の大きさってね、もう、 同じように見えて全然違いますからね、あの斜めだったりね、斜めだったらその畳の大きさも変わりますから、だから畳っていうのは綺麗な畳だけ集めてもね、なんか微妙に違ってうまくいかないんですよ。なので、しかもその日光が当たってるところと当たってないところで、こうちょっとね、色あせたりすると、そういう変にあなた住みたいですか住みたくないですよね。だから畳の部屋っていうのはすごいあの費用対効果が悪いわけです、それにね、なんかちょっと古臭い感じがするし、だからそこはちょっとおしゃれな。 床をフローリング的なクッションフロアにするとお客さんがパーッと、ね、ちゃんとあ,あらやだここかっこいいここにしようかしらってそう決めてくれるわけです。ということで畳の部屋はですねあの地方でも地方であるがゆえに、ね、地方は大体畳の部屋ですから差別化を図るためにあのその上からあのベニヤ板とか なんだもう施工方法を指定してね、一番お金のかからない施工方法でやってください。それは畳を外したり捨てたりしないで、その上に板を引いて、その上にクッションフロアを引いてくださいっていう施工方法です。まあ、ここはね、えーと、どっかの動画でも以前説明しましたので、まあ、そっちの方を見てください。はい、こういったような、要は客付けのコストっていうのがかかってきます。それで、まあ、当然ね、退去した時もお客さんがね、人によってね、 このボロアパート、こんだけ汚くしてやったぜ、みたいなね、そういう人もいるわけですよ。おめこのボロアパート、ムカついてたから、こんなに汚くしてやったけど、いかがですかみたいな感じで退去していく人もいるわけですよ。本当ね、これ、どうやったらこうなるんだよ、こんなもう。 カビだらけみたいな感じにしてね、おぉ、何を栽培してたんだ、一体この部屋でみたいなね、そういう部屋もあると思いきや、もうめっちゃね、入った時よりも綺麗にしていくっていう心のね、持ち主もいるわけです。もう私がね、賃貸に入って借りた時は必ず、その、入った時よりも綺麗にしていくっていう気持ちでね、もうトイレなんかピカピカにしてね、あの、<laughs> えー、薄さも妙に感謝してですねあの、やったりしてるんですけども、そうじゃない場合もありますねその時にね、 清掃料金が2万円から5万円てまあ部屋の大きさとあと汚さによって変わってきます。で、この清掃業者っていうのは自分で選んでもいいですけれども、その管理会社のお抱えのところが2、3社ありますので、その2、3社にあ今回はこっち、今回はこっちとか言って、で、何回かやってるうちにあ、この業者いいなっていうのが出てくるんで、その業者の方にお願いしてください。で、私は当然、最初のうちは全部自分で、ね、やりましたけれども、この清掃ほど。 時間がかかる割にあの人に頼んだ方があのコストが安いっていうものはないのでだから床の張り替えとかは、ね、人に頼んだら10万20万するんですけど自分でやれば23万だったりするんですよでしかも、ね、そんなに時間もかかんないしみたいなだから清掃は、ね、人に頼めばあの2万円3万円なのに自分でやったらこれ人件費もっとと取れねえなっていうくらいなんかすごい。 大変なんです。何大変かっていうと、清掃業者はここはこういうのできれいにすればすぐきれいになるっていうその道具が一通り揃ってるにもかかわらず、あの私とかはねその100円ショップで買ってきたのプシュプシュっていうやつとかこういろいろ試すんですけどね、油なんかね、全然落ちないんですよ。それにもうあのね業者あの専門の機,体機械を入れてバーってもうシステマティックにやっていくんですけれども、もう全然合わないんで、この清掃業者にお願いしてください。まあ広さんにもよりますけど、5万円。 くらいであとはねあの、エアコンの全部きれいにするのをつけるかつけないかとかね、まあ、一応聞かれますけど、デフォルトでって言って、あの一番安い感じで変えていただいて、それでその後に私がそのたまに部屋に行って点検して、これ、清掃したんですかっていう場合もあるんで、その時にはあの管理会社にチクリチクリとねあの、ここを、えー、と清掃したんですかみたいな。<laughs> あのいつもよりもかなり汚いんですけどとかあの窓がねちょっとすごいこうなんか拭いた後のカスが残っているとか要はねそんなんどうでもいいんじゃないかと思うんですけど入居者さんはねこれからその部屋を天ねあらどうかしら私が今後5年間住む部屋どうかしらって言って見に来た入居者さんの気持ちになるとやっぱね許せないところっていいっぱいあるわけですよだってねその人に住んでほしいじゃないですかということでここはね言うべきことはちゃんとその清掃業者 に直接言うんじゃなくて、その管理会社に言ってで、管理会社に言われるのに向こうは嫌がりますからね。だってね、ね自分に発注してくれてるの管理会社ですから、その管理会社にあのこの管理会社、よくクレームが入るあの清掃業者だわって思われても嫌ですしね。ということで言ってください。そして、その現状復帰のコストがかかると、まあそのね、昨日、あの前回言いましたけれども、えー、網戸が穴が開いてたとかね床がね、場合によっちゃ、 ペットががねかかかじじったんんだか知ららない,いう床がかじられてるんですよでそしたらね全部クッションフロア交換しなきゃいけないじゃないですかまあ、だからそういうのもその清,掃清掃とかその対局の料金にやってもう私の場合はねいちいちも査定するのが面倒くさいんであのもう1ヶ月分焼却とかねペットがいたら2ヶ月分焼却とかやってますけれどもはっきり言って2ヶ月分焼却じゃ足りないです。<laughs> もうペットにガチガチされてたりね、もうそこら中、ガリガリ引っかかれてたりね、するとね、だからペット化の物件っていうのは、ちょっとね、気をつけてください。ただし、だからこそ多くのオーナーがペット化にしないっていう、この現実があるんでね、で私の今、見てる感じだと、本当ね、ペットを、あのー、飼ってる人ってね、ペット、多いんですよね、やっぱ寂しいのか、あのー、なので、ペット化も一つのね、あれですけど 修繕は大変ですとそういうことですね。であの、さっきも言いましたけど、このルーターとかエルボーとかね、あのこういうのがなくなってたら自分でね、補充したり買ったり、すいません、業者さん、あのあのその辺で買ってきた、ね、ルーターとかだとダメなんでそのいや、お願いしているインターネットの会社にあのそのルーターを頼まなきゃいけないわけですよ。その辺で買ってきたらね、あのルーターってなんか不具合があったら向こう側から強制的にリセットしたりしてくれるんですね。そういう機能がついてるルーターじゃないと。 すいませんオーナーさんのインターネットがつながらないんですけどとか言ってね、あの管理会社に電話がかかってきて、自分で、ね、設定しに行ってたら大変なことですからね。だからその何か不具合があったら、その自動的に向こうでインターネット側で検知して、そのルーターの再起動してくれるとかね、そういう機能が入ってるものを選ばなきゃいけないわけです。うん、だからそれ専用のところで買ってください。あと、パテっていうのはね、あの <laughs> あのかじったり削ったり、何かをぶつけたりしてこう壁が変形していたり、こう なんかあのお風呂場の,その台というかその足をかけるところとかもこう折れてたりですねなんかそのちょっとありえないような感じでなってるところがあるんですねまあそういうのはあの保険で治ったりするところもあるんですけれどもそこにその元通りみたいにこうパテを塗ってですねパテっていうのはあのプラスチックが固まるような素材があるんですけれどもそれを塗ってこう,うまい具合にきれいにしてその上から塗装するとあの見えなくなるとかですねあのバイクとかでもこけた後にあれこれちょっと耐えて。 全然かっこよくねえなってなるじゃないですか。そしたらその、まあ、へこんだところパテで埋めて、その上から装すると何事もなかったかのように見えるみたいなパテがあるんですけど、そういうパテでね、工事したり、あのまあ、自分でね、一度やってみるのもいいです。それ業者にね、入ってもらったりするんで、扉、扉とかもね、結構ね、傷ついたり、あのちょっと経年変化でこう、締まり方が悪くなってたり、場合によってあの上のそのストッパーみたいなのがありますよね、ギギギギギっていう。 閉まるのが遅くなるような、ああいうのも、ね、壊れたりするんで、自分で直せるときは直せますけれども、すいません、っ,つってあの管理会社にここを直しておいてください、業者入れてください、見積もりできたら送ってくださいって、あので2万円以内だったらあの見積もり送らなくていいんであのすぐに直,させて直していただいてくださいとかね、そういうのを、まあ、連絡するわけです。でまあ、たまにですね、まあ、10年くらいエアコンが変わってなかったり、ね、換気扇が10年くらい変わってなかったり。 キッチンが15年くらい変わってなかったりすると、こうね、触っただけでボロ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 って落ちてくるような、もうね、水を含んじゃって腐っちゃって、もうシロアリにやられたんかっていうような場合もありますんで、そういうのはね、アップデート、まあ、つまり交換してあげるわけですね。まあ、エアコンの、まあね、10年前の製品だと、もはや部品が残ってないので、修理っていうのは厳しいですね、もうつかないんですけどとかね、全然。 冷えないんですけどみたいなのが来たら、もう私の場合はこういう風にしてますあの。じゃあ入居者さんに10万円以内で自分の好きなものを選んでいただくようにしてください。そしたらね、自分の、ね、好きなメーカーが日立なのか、代金なのか、いろいろあるじゃないですか、パナソニックなのか。で、自分の好きなのを、ね、ピチョン君がいいんだとか言ってこう選んできて、それを嬉しくね、なって買うわけです。で、その領収書を管理会社に送ってくださいっていうと、うん、なんていうか、管理会社がね、 その工事の日はいつですかとか言って、こう、調整する必要がないわけですよ。だ大変ですよね。だって休みの日もいつかわかんないのに、じゃこの、この日来てくださいって言ったら、そのこう、閉まってたりして、あの、要は工事が大変なんですよ。こっちが仕込むとですね。でも、その入居者さんが自分で、あの、工事日程を決めたり、購入したりする場合は、その楽しさがあるし、なんか、人のお金でクーラーを自分の好きなものをつけられるってね、実は嬉しいんですよ。そういうふうにしたり、 あと換気扇っていうのはね、なんかあのもう掃除したらね、これ1万円くらいの人件費がかかるんじゃねえかっていうくらい、換気扇の掃除って大変なんですよ。にもかかわらず、買ってきたら2500円だったりするんですねその、まああの。大きさは3種類か4種類くらいしかないんで、ちゃんと自分の,あのところにはまるやつを換気扇をねあの、測って買っておくか、まあ、同じのを買いだめしておいて、うん、いざとなったらあの交換すればいいんですけれども。 まあそういうのも場合によってはもう、ね、アップルギットギットでね清掃してもねカッチャンカッチャンとかやっても,も動かないってこというが引いたらなるんだけどそこで指で押し戻さないと戻んないとかねなんかそういうのあったりするんですよそれとか本当に壊れてるとかねあのー、そんなのもうすぐ変えちゃってくださいでキッチンもねもう私もなるべく変えないようにしてますけどほんと触ったらバラバラバラってね そこにあるベニヤ板が崩れるようなやつもあるわけで、そ,してそういうのはね、もうね、あの遺業が買いさきよく変えちゃってください、もう工事費込みでね、まあ、10万円から20万円くらいですそんなあのグレードを上げなければ、それはあの自分で買っていくよりも、業者の方が、ね、一番安いのよく知ってますんで、そういうのをお願いするのがいいんじゃないかなと思ってます。ただね、10万円やっぱかけるとね、2ヶ月ただで済ましたことになりますんで、家賃5万円の場合はね。 家賃10万円のところだったら1ヶ月差で済んでいただくということになるので、まあ、でもそこは、ね、もう必要経費として諦めてやるのか、もそのままこういう仕様ですと言って、あのー、買えませんと言ってやるのか、それはオーナーの腕次第ですね。だから何でもかんでも買えていればいいっていうもんじゃないんです。だからそういう意味でアップグレードしていってください。はい、さて、それではね、あのーまあ、今言ったのはその入退居時のコストだったわけですけども。 たまにとか計画的にっていうのがありますよね。まあ、いわゆる大規模修繕的なね。で、<laughs> これちっちゃいのから言っていくと、共用廊下の LED ってまあ伝統ですよね。今はね、もうあの、蛍光灯やめてくださいね。すぐ切れるし、グローがね、大体死んでます。外にあったりするんでね、なんか虫が入ったりしてすぐ真っ黒になってるんですよね。あのそれしかもあの蛍光灯の方が電気食いますんで、LED はね、ほんとずっとピカーって、もう、 寿命長いんで私もあの同じサイズの蛍光灯サイズの LED とかがあったりするんでそういうのはちょっと高くてもねあのそっちに切り替えるように逐次していますそしてあとは廊下とかね、あのー、階段っていうのはよく苔がねなんか緑色のやつが入ってツルツルしてたりするんですよそういうのをこう なんかあのジェットシューターとか言って、プシャーってすごい水圧でこう綺麗にしたりするのもありますけれども、まあ、定期的にっていうかね、あの10年に1度か15年に1度くらい、の綺麗に塗ったり、これね、はっきりっ業者でやるのが安いです。自分で買ったらもう何個ドラム缶がね必要なんだよ、この塗料みたいな。 感じになりますんでもう業者にねあの見積もり取るとまあ大体ねその10部屋あたりに1棟10部屋くらいのやつで、まあ、1棟400万とかそんくらいですけどもねそういうのを計画的にやっていけばいいんじゃないかなと思います。であとはねテレビのケーブルがたまになんですけどテレビ映んないんですみたいなそしたらあの上のアンテナかなでも他の部屋はね映ってるみたいなんだよねっていう時はそこの部屋だけ壊れてたり、まあ、もしくはその人の設定が間違ってることがほとんどなんですけれどもまあ <laughs> まあ、そういうのをあの対応したり、ねあの、電気の業者を呼んであげて、ちょっと見てくださいってやったり、まあ、そのための電気ケーブルとか、あの外に、ね、あの防犯キャメルの電気ケーブルとかを設置している場合もあるので、そういうのがなんかおかしいねって言ったら、あのそういうのはたまに、まあ、壊れつどでいいと思うんですけどね。あとね、案外あるのはね、この蜂の巣、鳥の巣、動物、ふ害、えー、動物ですね。 あ,るんだあと、夜、まあ、ゲット特殊清掃っていう、本、ま、当、あ、ね、事故みたいなもんですけれどもね、蜂の巣はよくあの、ね、できちゃうと、スズメバチなんかで、ね、もどん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 作っていって、もう周りの人が怖くてね、入れなくなるんで、いち早く業者を入れるか、もう私の場合はね、ブシャーってそのクレゴゴログみたいなのぶっこんでね、あの撃退するんですけれどもねあの <laughs>、まあ、そういう鳥の巣もね、できたら、まあ、もう気づいたらね、 やっぱり取ってあげるののがいいですねそのあとはね動物っていうのはあの犬猫がいるんですけどやっぱ骨をねなんか食べた骨をあちこちに散らかしてたり、えー、となんか要は汚いわけですよまあでもねペット化物件だったらまあその辺はねある程度多めに見るんですけど一番大変なのはその入居者がねこれダメだって言ってたりするんですけど外にその ワンちゃん、猫ちゃんのその餌を置いてたりするんですよね。そしたら、こう知らないとこね、猫とかも来てたりして、まあ結構ね、散らかしたり。まあ要は糞も出ますしね。まあ、なんだかんだ汚いわけです。で、糞糞がいっていう、もう部屋中ね、もうなんかね、そういうゴミというか、糞がね、溜まってくる。 あのなんかハクビシンが入ったとかですね、<laughs> そんな物件買うのよっていう話なのかもしれないですけど、そういう屋根裏がもう大変なことになってるみたいなのもたまにあります、本、ま、当、あまあ、た,たまにですねで、そういうのも撃退して、動物とかが侵入しないようにしていくしかないと思うんですけれども。 ね、夜逃げは、うんまあそのね、どうやらいないようだ、吹きで振り込まれていないようだみたいな、ね、それかもしくは死んでいたっていうのがこの特殊清掃ですね。これはもう業者に頼みがありません。もうはっきり言って、匂、えー、いとかも、ね、相当残ったり、まああの、実際開けたら、うち、ね、虫がブワーってゴキブリがブワーってなってて、うわって、もうなんか匂いが、ね、臭いから、周りの人から苦情が来て、うわ、これはって、ねそれであの、怪しいなって思ったら、その 入り口のところにいっぱいね、あの新聞とかが溜まってたらすぐ分かるんですけども、しそういう人、新聞取ってなかったりするので、新聞取ってなかったら分かんないんであの、よくね、新聞業者から連絡が入るっていうことがあるんですよね、そ,のそれで分かるっていうパターンもあるんですけれども、でね、僕もね、こ,この人、ちょっと最近ね、どうなのかなっていうのをたまに、ね、ピンポンってやって。 あの本当にその人、やっぱり病気でしたね、それで実際入院して、ずっと空室みたいに、ね、なるパターンもあるんですけれども、まあ、そういうのはあの、親としてねあの、管理会社の方にちょっと見回ってくださいとかね、言ったりするのもあるかもしれません。でこういうのは、あのたまに、まあ、計画的じゃなくてね、たまに起こるんで、えーとまあ、心構えをしてね、ああ、ああ、起こったのね、起こったのねと。 もう最初からまあ起こるもんだとと思思って対応すすればいいと思いますそして計画的にやりたいのはこの外壁塗装と大規模修繕ですねで修繕したら必ずそのどこを直していくらかかってっていうのを記録に残しておいてくださいこれをねまた次売るときにまあいいデータになりますんでね、まあ、大体あの物件を買うときにそのオーナーが売ろうって思った直後くらいにこの外壁塗装とかするわけですよだって外壁塗装をね ん綺麗な物件だなと思ってもらった方が高く売れるじゃないですか。だから外壁塗装をして売った方があの本来の買い叩かれないわけですね。なので大体やります。で、その修繕履歴を大体取ってて、ほら、こんなにお金をかけてこの物件は補強を強くしてね、あのいい物件なんですよっていうのを見せるための資料として取っておく必要がありますね。あとはね、あのベランダとかね、突起物っていうのは要は、 壁があるじゃないですか、物件の壁。その物件の壁に、ズボーってなんかボルトとか刺して横から生えてたりするようなこの突起物。ま、ね、っすぐの壁にそういう不自然なものをつけてたら、そこが傷んだり、そこから雨漏り、水が入るわけです。だからなるべくその雨とか水の経路とかね、穴とかない方がいいんですけどもね、やっぱりベランダとか出てたりするんですけど、一番やばいのはそのベランダに支えの柱がない。ただ、えー その壁から出てるだけの、その壁についてるボルトだけでその重さを支えてるようなやつは危ないんで、ね、もうそういう物件はね、買わない方がいいかもしれませんね、まあ、でもそれは値段次第ですよ、自分で補強してもいいですしね、あのまあ、自分でお金を払って補強してもいいですし、まあ、でもそういうのは必ず弱かったりね、途中人が乗っかったりすると、ぼキッと折れて、その人に対する保証で、ね、あの1年間家賃ただにさせてくださいとか、そういうのもありますんでね、実際に。 そこはあの注意してください。あのとにかく、ね、雨漏りの原因になり、崩れる原因になる。見て分かります素人でも、これ崩れそうだなってね。<laughs> そういうのはね、本当に崩れますんであの、素人が見て崩れそうだなっていうのはね、大体、ね、何年もしたら崩れるんで、そういうのはやめるか、もう自分で、ね、あらかじめあの修繕しておいてください。そしてね、この台風、洪水の時の修繕、まあ、屋根、はっきり言ってもう台風とかで。 もうね、普通の木造だったら、あの屋根剥がれます。で、上に屋根、屋根こうなってるじゃないですか。こうなってる上のところに、そこから水が入ってこないように金属の板みたいなのがあったりするんですけど、そういうのもすごい風で、ベコーコンって、ね、剥がれてたりするんですよ。そしたら、あ,のある意味、チャンスです。なぜなら保険が適用できますからね。あのえっと、洪水で本当に水が浸水して、床下に浸水して、中に水が入ったら、これ、洪水の要は水害っていう項目が使えるんですけど、そういわうれてもね、ほとんど、 あのちょっと高いところにあったらないし、まあ、その何々川が氾濫したらどうなるっていうその、うん、防災マップみたいなので、まあ、ここは浸水しそうだな、浸水してなさそうだなで、で、まあ、水害は外してもいいんですけど、台風っていうのは火災保険でね、あの突発的な、要はその被害ですよね、はカバーされてるんで、もちろん、ね、その保険のかけ方っていうのも、確か別の回で説明した。 と思いますのでそちらを見ていただきたいんですけど、これ、チャンスで、そこで保険金をおります。その保険金で物件をどんどん修繕して、物件の価値を高めていってください。よりきれいにしてください。ね、傷ついたとか、グーグルマップでね、1年半前はこうなってたんだと。でも今、今回の台風でこんなにぶにょって曲がってんだと。 いうのとかあの業者によっては、ね、これ、私、チームがあるんですけど、そういう保険を査定してくれるチームがドローンを飛ばしてくれて、そのドローンで写真をポシポシポシポし撮って、それで保険請求をしてくれる、このプロチームがいるんですね。ぜひ自分の時間を減らさないためにも、これはチームを活用して、えー、やってください、これはチームので請求した方うが、私が請求するよりも、チームが、その専門の、ね、業者のチームがあの保険請求した方が、ずっと高い金額が下りるようになってますんでね。 あのそういうところで請求してくださいで、これも修繕していきましょう、そして、ね、こ,ここが気をつけなきゃいけないんですけど、設備ですね、エレベーター、これ壊れたらいくらかかりますか、そうですね、1000万円くらいかかったりしますね、だから、で壊れるかどうかってね、大体売るときボロくなってますんで、もうほとんどよく動いてましたねみたいなエレベーターもあるかもしれないので、そういうのはもうはっきり言って買わないでください、だってあの家賃がね、回収される前に1000万、2000万円、コンクリートとかだとね、あの配管が破裂したなんて言ったら、もうおしまいですからね。あの そういういいところは、ね、やめてくださいあと貯水槽がついてる物件ねこれねあるんですけどもうそれだけでなんか変えたりすると400万とか、ね、特殊な貯水槽で修理が必要でもう業者がなくて部品がなくてとか言って大変なことになりますからね貯水槽とかエレベーターがある物件はなくていいですけどあと水道もその 市が管理しているここからここまでは市が管理しているけどここのメーターからこっちはねあのオーナーが管理しているなんでその水オーナーが管理している水道管がねちょっとやばいことになったりどうしてももうなんか錆が出てきてっていうことになるとねあの入居者さんに申し訳が立たないんでねあの直したりするんですけどそれもまあ影響がなきゃ別にそんな直さないでいやこういうもんなんですこの地域はっつってやってもいいかもしれませんけど、まあ、浄水器をプレゼントしたりね まあ、そういう物件はたまにかかるって、それはもうね、はっきり言ってね、最初に確認してください、買う前にこの、この100万円以上の修繕がかかるものっていうのは、やっぱりマークしないといけませんね、それ以下だったらね、あのまあ、今月の家賃100万円だけど、100万円飛んだけど、まあいいかみたいな風になるんですけど、100万円以上かかっちゃうと、その何ヶ月分の家賃が飛んじゃうので、そうするとねあの、ローンの支払いにも影響が出てきますので。 もちろん自分でね修繕計画で20%貯めるとかそういうのやっといてくださいね。あの全部お小遣いで使っていたらね、いざという時耐えられないんですんで、それを、それでもいきなり耐えられなくなるのが、これはエレベーターと貯水槽なんで、そういう物件はね、私はあの最初はお勧めいたしません。で全電気設備もね壊れたらこの キュービクルがついてるあの物件はないと思うんですけれどもそので、なんかね、これ何使うんだろうみたいな、電気設備がついてるような、まあ、物件もたまにあったりするので、そういうのはちょっとね、専門業者に聞いて、これはあのすぐ交換できるものなのか、なくてもいいものはっきり言って、ね、なくてもいいものがついてたりするんですよ。でも、それがないと動かないんだ。最初からね、その貯水槽じゃなくて、その水道の水圧でねあの、上げる方式のやつに切り替えてくださいとかね、やる。 その前のオーナーとの全オーナーとの交渉をするとかね、そういうのも一つ手だと思います。そして、臨時トラブルの時にコストがかかったりしますね。それは境界線が確定しない物件が、まあ、大体普通ですあの、ね。土地って境界線ががっちり決まってるのかって、現地行ったらね、もう1センチも2センチもずれてたり、そのえー、っとなんか杭が置いてあって、これが隣の敷地との境界線とか、この市町村との境界線みたいなのが設定されてたりするんですけれども。 まあ大体ね、まあ、ここは不明ですみたいなのが登記帽上になってたりするわけですで、本当ね、分かんないです、その隣とので、どこまで草を買っていいのか、向こうのやつが来て入ってきての切っていいのかとかって分かんないんで、もうその向こうの、ね、オーナーさんがいと会った時が、これチャンスと思って、これ、こうなってたら切っていいですかとか、あのこっち、あの私はきれいにしときますよみたいな、そんな感じでやっておくと、もうね、あの1回言っておけば、その後もう、ちょっとはみ出す。 もう向こうあなたの土地のやつも切ってこっちにはみ出さないようにしときますからねみたいなあの、まあそう、和やかにね、あの喧嘩腰に言っちゃいけませんよ、あのやっておくとその、いざちょくちょくやってもいざこざにならないんで、まあ、そういうのいいですね。あああと要壁がある物件っていうののは結構ねあの うん崩れたりしたら大変なので、自分で修繕しなきゃいけないんで、まあ、そもそも擁壁がある物件はあまりお勧めしませんが、それも値段次第です。あと、倒木ね、台風のあとに、ね、木が倒れて、隣の家のフェンスにガシャーンってなっていたなんていうこともありますんで、もうね、あらかじめそういうのに切っちゃって置いた方がいいですね。のこのまま私、チェーンソーでね、ばーんってこういっぱい切ってきましたけれども、そういう植生とか倒木とかね、あのー、雨水、雨水っていうのは、これは。 えっとね、もうすごい雨が降ったりしたらこう、雨の通り道みたいなのがあるんです、土地によっては。ね、あのそういうのを見極めていくいや、これはどう見ても周りの方から水が流れ込んできて、ここが川になるなみたいなところは、えー、買う前に、ね、ちょっと点検していって、どうしてもそうなるんだったら、そこから水が別のところに行くように、ちょっと仕込みを作っておくとかね、これね、なかなか個人じゃできないかもしれないんで、ちょっと業者に相談したりしないと、基礎のところがそのまま流れていったりしますんでね。 あの砂利が流れてもうむき出しになってみたいな風になるんで、まあ、そういうのもあのトラブルの一つなのであらかじめ買う前に、まあ、そういうのは設定しておいた方がいいですね。でまあ以上そういうものがあったらやっぱり自分のお金で直さなきゃいけない。これが 不動産オーナーが抱える、まあ、リスクといえばリスクですし、面白みといえば面白みなわけです。ぜひあなたの物件を買いがってね、そこに住んでる方々を目いっぱい幸せにしてあげてください。はい。ということで、不動産経営編のランニングコストね、工、え、場、ー、的にかかるもの、えー、とか、 いろいろ説明しましたけれども、いかがでしたかはい、勉強になりましたかね、実際にこう経験して、まあ、にもね、もっと言わなかったの、いろんなコストがかかる場合ありますよ、ありますけど、まあ、それは自分でいろいろシミュレーションしながらね、あのどんくらいマージンを取れば勝てるのかっていうところの、その計算のところにあの、ちょっと多めにね、マージンを入れて、不動産経営を楽しんでみてください。はい、それでは今日も最高の情報と一日をあなたに。 いってらっしゃい。それではまた失礼します。